います。さあそれでは参りましょう。波動ファイト。まずは和心のステータスからご覧いただきたいと思います。1番奥川隆弘選手4321、真ん中津軽三線健太郎くん選手5221、手前上山選手4321、対するアークエース、1番奥川龍選手5221、真ん中光輝選手1135、手前翔選手5221といったステータスとなっております。和心今日はフルアタッカーか。さあこのね、まずはシールドを張って体勢を整えていくアークエースを削れるが、一点には及ばず、残り時間は40秒、半分を切ろうとしています。ライフが多く削れているのは和心、狙いを合わせていきたいところ。ここでまずは翔選手が1点を取っていく。残り時間は30秒、アーケースが1点先制。和心なんとしても、ね、追いついていきたい。シールド終わってからが、ここからがアタッカーの攻めどころ。ここで追加点、アーケースが2点のリード。残り時間は15秒、前に出ていくが翔選手止まらない止まらない、残り10秒だ。